な理由、僕が中学生の時にやればよかったと思う。はい、新しいタトゥーラ SVTW、 まあこれ実際、6.3 で、まあ、ここゴールドですね。あと、まあこれが一番ローギアというか一番低いギア比で、まあタトゥーラなんですごいタフというか頑丈、持って回した感じしっかりしてるし、ハンドルもブレずにしっかり巻けます。コスパ最強。僕は中学生の時にやればよかったと思う。恵まれてますよ。まあ僕も言われてたのかもしれない。まあね。いつの時代も言われて。まあルアーは本当ビッグベイトから使えて。その中盤のルアーですね、これも問題なく、しっかり、ブレーク設定いろいろ行えば、まあベイトフィネス的なルアーも全然いけるリールです。すでに投げる、まあ、もちろん上位棋士と比べたら多少はあれ、まあ普通にできるはできるですね。ああそうそうそうね、3.5g、あんま軽いワームだったらちょっと投げにくいかもしれないけど、普通のワームだと全然投げれる、しっかりしたタフなリールなのに、リールの自重が 190g、 もちろん SV スプールで、超ジュラルリンスプールで 32π の、スプールゲートとなっています。なので、まあ僕は本当にベイトフィネスはベイトフィネスなりの、リールであって、ビッグベイト、ビッグクランクとか、ビッグトップウォーター、この辺をしっかり、まあ、握り込んでしっかり投げてっていうところに使ったり、あとはピー巻いて、フロック、あとはマットカバーとかでパンチ、この辺も使えるかなと思っています。とても守備範囲の広いリールなんで、まあ、意外と出番は多いんじゃないかなと思っています。回転がちょうどよくて目にいいかも、目に優しいかもしれない。ルアスピード、まあとってもね、低価格で高機能な、リールなんで、まあ、ね、ブラックバス釣り始めてとりあえずベイトロッド、ベイトリール1個ずつ買い揃えたいとかいう方にもおすすめだし、ね、おかっぱりやってたんだけど今度ボート乗りますっていう方で、タクいっぱい、ね、欲しいよっていう方に、ね、ちょうど真ん中のだとタトゥーラがあって、あと、ね、ベイトフィネスリールちょっといいの、買いたいとかなると、リールも台数必要だけど、この辺はお金かけるってなると、とても、ね、まあ、2台3台買ってもそんなに他のリールに比べて値段が張るわけではないので、この辺で買い揃えてもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、タトゥーラ、ね、ついに、この価格帯のリールに、まあ、SB スプールと、TWS が、搭載されて、もう本当に数年前まで、上位機種だけだった、機能がこの価格に乗ってしまっていますので、まあ、デザインも、ね、まあ、すごくかっこいいし、機能も全く、ね、問題なく使えるんで、とってもおすすめですね。ということで、まあ、僕が今まで使ったダイヤのリールの中で一番こうコスパのいいリールだと思いますので、ぜひ、使ってみてください。自信を持っておすすめします。